はい、こんにちは、田原です。次はですね、クーポンイベント作成の部分で抽選ページというもののですね、作成方法をお伝えさせていただきます。ではですね、この抽選ページというボタンを押していただきますと、抽選ですね、誰に何人送るとか当てることとかそういったものができます。ではちょっとですね、実際に作っていきたいと思います。新規作成のところからいきましてですね、今回もですね、画像は、サイズは特に関係ありないくて、重かったらあれだよってことなので、ちょっとありますね。で、今回でいくと、ちょっと良ければ、クリスマス、プレゼント、抽選とかいきましょうか。抽選企画とか。っていうふうにしましょう。で、画像ですね。画像なんか作っていきましょう。クリスマス、プレゼント企画。お一人様、一回のみと。に伝えるとかして、あとはなんか当たるものとかですね。何にしましょうかね。例えば、Amazon ギフト券1万円、万円分とか。っていう風にすることもできます。はい、こんな感じもいかがでしょうか。ちょっと作ってみますね。こう作っていったらキリがなくなってくるんでですね、ある程度のところでやめたいところですね。はい、こんな感じでいいでしょう。もっとね、ちょっとクリスマスっぽい色にしましょう。こんな感じにしましょう。で、これをですね、じゃあちょっと入れますということで、ちょっとどぎつかったので、ちょっと変えますね。はい。で、ちょっと保存しておきます。抽選画像とか。はい。じゃあ、入れます。アップロードですね。画像をアップロードして入れます。はい、そうするとですね、ここ出てきましたね。で、抽選、有効期限ということで、有効期限を入れていきます。ちょっと私の方でいくと、どうしましょうかね。22日から25日とかにしましょう。で、ここで当選確率とかもできます。で、例えば 10% にするとかっていうこともできますし、当選の上限、ここですね、10% なんだけれども、結構量が多いとかっていうふうになると、上限でですね、例えば10人までとか、こういったふうなですね、設定することもできます。はい。で、クーポン選択ってことで、さらにですね、さらに特典クーポンということで、付けたいときはここのクーポンに先に入れておいて、クーポン選択とかっていうことですね。で、やっていきます。まあ、特別にここの特典クーポンは必要ないのかなというふうに思います。この非公開または非公開にしているクーポンのみ設定できるということなので、前の画像でですね、作ったクーポンは全部の公開にしているんで、今できてないです。で、共有できるかできないか。ちょっとこれ共有してほしくないか、共有しないとか。で、詳細ですね。待ちに待ったクリスマス、ぜひ当ててくださいねとかにしたいとかですね。で、保存ボタンを押すと。特典クーポンは選択されてません。あ、ということで、特典クーポンこれ入れないといけないんですね。はい。なるほど。なので、先の部分で、ここの部分でですね、非公開の分とか何かこう入れてあげるってことですね。なので、クーポンの部分で先にここでクリスマス券、Amazon ギフト券っていうものを用意しておいた方がいいってことですね。まあ、そのままにしましょうか。はい。これもちょっと入れておきましょう。
Amazon ギフト券とかっていうふうに入れて、クーポンを発行しときましょう。で、有効期限、いつまでっていうのをちょっと入れときましょう。6月の30日までとか。で、23時までとか。で、早く使っていただいたら困るので、26日以降とかにすると。で、1回限りとかでやっていきますよっていうことですね。じゃあ先ほどのもう一回抽選ページでちょっと作っていきます。新規作成からクリスマス実はプレゼント画像もアップロードして、ちょっとなんかパンパンパンと早くやってますけどね。で、抽選の部分がいつからいつまでですよ。で、当選確率何パーセントとか、上限をじゃあ10人にしましょう。特典クーポンをこれですよ。あ、さっきも出てきましたね。ここ、非公開にしてなかったので。で、お一人様、一回限りですとか。ちょっと先ほどのものも違いますけど。これで保存ボタンを押すということです。そしたら、こういった風に、抽選ページ、くじがですね。まあ、くじって言ったりもしますね。くじができるということです。で、実際に作るときもメッセージのところから新規作成して、で、ここのクーポンですね。クーポンっていうところで押していただける、あ、クーポンじゃなかったですね。抽選ページっていうものをやっていただければ、これでできるということです。はい。ということでですね、ぜひともご活用していただければなというふうに思います。結構ですね、このプレゼント企画、このくじとか抽選っていうものは、なんか人としてもドキドキするものなので、楽しみになります。ぜひともですね、やってみていただければなと思います。では以上となります。ありがとうございます。